Thank you.
Thank you.
世界中のサッカーファンの皆さん、こんばんは。試合開始が刻々と迫っています。迎えていますのはプレシーズンマッチ、エバートン対バルセロナ。今日の試合、実況担当は八塚博史、解説水沼貴史さんでお送りします。水沼さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。エバートン、スタメンはご覧の通りです。エバートン、予想フォーメーションは 4-5-1 となっています。一方、バルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。まずは守備優先でいこうということでしょうね。今日のゲームの鍵を握ります。ミルチョ、調子も良さそうですし、今日も期待できそうですね。彼の素晴らしいプレーに期待したいですね。まもなく前半開始のキックオフです。さあ始まりました、前半45分のキックオフです。縦へ出します。一度下げます。スペースを作りたいですね。つながるか。さあチャンスだ。中に入れた。ここで奪いました。ここは逃げたい。ここはカット、下げます。うまくスペースを使っていきたいですね。デルガド、ここで囲む。大きく前へ蹴り込みます。ディフェンス防ぎました。右のスペースを使います。ここで後ろへ、左サイドを使う。チャンス、ボールこぼれた。ナイスカバーです。これはタッチを割りました。スローイン、奪います。ホルト、縦へ出します。ブルッカ、左へ出します。右に持っていきました。ここからどうしますか。ここで後ろへ、ホルト、さあ前へ出した。これはいい形だ。いったか。うわ、入った。ブラッカー、ここで来た。待望の先制です。エバートン1-0。やりますね。本当にそうですよね。先ほどのゴールシーンです。ブルッカー、彼のテクニックで相手チームを一周しました。いやー素晴らしい。いやー、これ一人で行きましたね。今日の彼を止めるのが難しいでしょう。キックオフです。ニルション、リベイロ、さあ前へ出した。これはデルガド、パスを送ります。これはラインを割ります。スローインになります。ここは寄せてきた。縦へ出します。どう持っていきますか。笛が鳴って、これは PK です。軽いプレーは命取りですよ。さあ PK です。何としても決めたいでしょうが、焦ってはいけませんよ。なーっと来た。1点追加。エガート2-0か。いやー、はり決めてきた。今のプレイをもう一度見てみましょう。キャティ、阻むことができませんでした。決められて当然と言ってもやっぱり悔しいんですね。今キックオフしました。前半45分が終了です。バルセロナ、少し厳しい展開となった前半でした。完全に相手のペースになってましたからね。後半はまず自分たちのサッカーができるようにしてほしいですよ。ここまでの展開を振り返ってみましょう。バルセロナ、
先ほどからほとんどシュートを打てていませんね。フィニッシュのところでアイデアが欠けてますよね。さあ後半開始です。両チームメンバーの交代なさそうですね。前、右のスペースを使います。これはいい形だ。フォローが欲しい。いたー、キーパー弾いた。クリア、ヘディング、うまい、バルセロス。バルセロナここで1点をもぎ取ります。2対1、バルセロス。ここでゴールゲットきましたね。今のゴールシーンです。ご覧のようにバルセロナ素晴らしい動きを見せましたね。水沼さん、来ましたね。ナイスゴール、見事に期待に応えてくれましたね。キックオフされました。このボールを前へ、ルイス・ガルシア。いたー、キーパー弾いた。キャロッティ、いやーちょっと中途半端なパスでした。ファール、あまり熱くなりすぎてはいけませんよ。これはイエローでしょう。もっと丁寧なプレーを心がけてほしいですね。さあフリーキックです。ホルト、これは飛び出していました。オフサイド。 VTR が出ます。前に残っていました。オフサイドです。もうちょっと動き出しのタイミングを考えた方がいいでしょう。フリーキックで再開します。ファブレガス、前へ出す。カミロ、チャンスです。ファーサイドに上がる。カット、前へパスを送ります。ファウルです。あまり熱くなりすぎてはいけませんよ。これは出ますね。警告です。こういったプレーでカードをもらうのはもったいないですね。さあフリーキックです。これはウエスト、つながるか。これはタッチを割りました。スローインになります。大きく前へ蹴り込みます。パスを送ります。左のスペースを使います。縦へ出します。下げます。うまくスペースを使っていきたいですね。前へ出す。さてどうしますか。タッチラインを割っています。スローインになります。左、さあ大きく出した。パスを出します。前へパスを出します。左のスペースを使います。ファウルです。ちょっと頭を冷やした方がいいですね。モリエンテス、カードはないようですが審判から厳しく注意を受けます。際どいプレーでしたからね。今回は甘く見てくれましたね。フリーキックで再開します。タッチラインを割っています。この時間帯に選手交代ですか。水沼さん、交代のようですね。このまま逃げ切るための交代ですかね。スローインになります。左、
左へ。ここはパスを出す。前へ出します。そしてここで試合終了のホイッスル。ご覧いただいた通り、2対1でバルセロナ、惜しくも敗れてしまいました。ということでご覧の結果になったわけですが、水沼さん、今日の試合を見て一言いただけますか。負けはしましたが、内容的には悪くなかったと思いますよ。本日は実況を八塚、解説は元日本代表水沼貴史さんでお送りしました。水沼さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは皆さん、この辺で。世界中のサッカーファンの皆さん、こんにちは。本日は素晴らしい晴天に恵まれました。迎えていますのはプレシーズンマッチ、リバプール対バルセロナ。今日の試合、実況八塚、解説は水沼貴史さんです。水沼さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。リバプール、これがスターティングメンバーです。リバプール、オーソドックスな布陣できました。一方バルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。まずは守備優先でいこうということでしょうね。さあ、今日の注目選手はジェラード。水沼さん、どうですか。今日は調子も良さそうですし、期待できると思います。
さあいよいよ前半開始の笛が鳴ります。期待せずにはいられません。審判の笛とともにゲームがスタートしています。チャンス、シュート、キーパー飛びついた、ここで奪いました。カット、下げます、一度下げます。スペースを作りたいですね。前へ出します。これはいい形だ。ここで奪いました。タッチ終わります。ここからチャンスになるか。さあ入れる。タッチラインを割っています。スローインになります。クロスボールが入る。ヘッド、うわー、いいか。まずはバルサロナ先制のゴールを決めました。0対1。さすがにエースの実力を発揮しましたね。やりますね。リプレイです。ご覧のようにバルセロナ素晴らしい動きを見せましたね。来ましたね。いい動きを見せましたね。それがうまくゴールまでつながったと思います。キックオフです。グロート、どうでしょう。これは旗が上がりました。リプレイが出ます。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド。もうちょっと動き出しのタイミングを考えた方がいいでしょう。さあフリーキックです。抜け出たようにも見えましたが、これはオフサイドです。リプレイです。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド。チャンスと見れば積極的に狙いに行ってますよね。フリーキックで再開します。右へ出します。ここは寄せてきた。大きく左へ。右へダイレクト、シュートは右へ切れました。リプレイです。これはいいシュートだったんですが、あとはシュートの精度を上げるだけですね。前へ出した。フェルナンデス。これはいい形だ。いた、キーパー弾いた。キーパーです。パスを送ります。このプレイはファールになります。遠めの位置です。この距離からどう来ますか。嫌なボールです。決めたぞ、フェルナンデス。1点追加、バルセロナ0対2。フェルナンデス、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。今のプレーをもう一度見てみましょう。ご覧のようにバルセロナ素晴らしいゴールが決まりました。いいタイミングで飛び込んできました。水沼さん、来ましたね。これですね。今のは積極的に狙う姿勢が生んだゴールでしょう。今キックオフしました。リバプールファールです。これカード出そうですね。イエローカードです。これはちょっと向きになりましたかね。バルセロナ直接狙うにはちょっと遠いかもしれません。どうでしょう。これここは止めました。サルドン、コンセイソン、ここは大きく出します。これはオフサイドです。リプレイです。前に残っていました。オフサイドです。もうちょっと動き出しのタイミングを考えた方がいいでしょう。さあフリーキックです。
これはサルトン、ラムーシ、どうでしょう。これチャンス、いた、うわっと、これはキーパー。ここで前半戦が終了。バルセロナ非常に内容のいい前半でした。前半しっかりと点を取れてるんで、後半もこの勢いでいきたいですね。ここまでの展開を振り返ってみましょう。バルセロナしっかりとチャンスを作り、確実にものにしています。ゲーム自体は五分五分ですね。ここは決定力の差が出たんだと思いますよ。後半開始のキックオフ、これはシルバ。チェックに来た。これはタッチを割りました。リバプール、どうやら選手交代のようですね。エルナンデス、彼が入ってきました。これで彼が入れてきましたか。この後が楽しみですね。リスタート、縦へ出します、下げます、攻守が切り替わります。どうするか。さあ前へ出した。コンセイソン、一旦後ろへ。もっとスペースを有効に使いたいですね。面白い、エドガー、ファール、危険ですよ。レッドカード、退場です。この穴は大きいですよ。どうするんでしょうか。いやー、これは痛そうですね。危険ですよ。この時間帯に選手交代ですか。流れを変えます。足が止まってきてましたからね。どうやら選手交代のようですね。水沼さん、この采配の意味はどういったところがポイントなんでしょうか。逃げ切ろうという作戦でしょうね。さあフリーキックです。ボールは生きている。クロスボール、どうか。うわー、サイト、リバプール、ここで1点をもぎ取ります。1対2。サイト、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。今のゴールシーンです。ご覧のようにリバプール素晴らしいゴールが決まりました。いいタイミングで飛び込んできました。水沼さん、来ましたね。ナイスゴール、見事に期待に応えてくれましたね。キックオフされました。いい感じですよね。このプレイはファールになります。この時間帯に選手交代ですか。水沼さん、この交代どう見ますか。彼を入れることでチームのリズムが良くなるといいですね。リバプール、フリーキックのチャンス、これはいい位置です。直接狙った、壁に当たって、いた、これはキーパーです。ファブレガス、バルセロナここからどう持っていきますか。攻守が入れ替わります。このボールを前へ、ボールを回していきます。これはいい形だ。さあチャンスだ。さあ来ますよ。
クロスボールどうか、最後はキーパールイス・ガルシア。一旦下げました。前のスペースを有効に使いたいですね。前へ出す。これはどうだ。ビビアン合わせた。このボールを前へ。ルイス・ガルシア、チャンス。クロス、いやシュートだ。うわ、今のプレーです。これは決めたかったですね。この調子でどんどん狙っていきたいですね。コーナーキックからのリスタートになります。そうですね、残り時間を考えたプレーをしてもらいたいです。最後はキーパー。ここで主審のホイッスル、試合終了です。ご覧いただいた通り1対2でバルセロナゲームを制しました。ということでご覧の結果になったわけですが、水沼さん、バルセロナ中盤のプレッシャーが見事でした。そうですね、見事に攻撃の目を潰してましたよ。本日は実況を八塚、解説は水沼貴史さんでした。水沼さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。Thank you.
全国のサッカーファンの皆様、こんばんは。試合開始が迫り、独特の緊張感に包まれています。迎えていますのはプレシーズンマッチ、テネリフェ対バルセロナ。今日の試合、実況はいつものように八塚博士、解説は水沼貴さんでお送りします。水沼さん、今日はよろしくお願いします。水沼です、よろしくお願いします。この試合の模様は衛星生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。テネリフェ、これがスターティングメンバーです。テネリフェ、予想フォーメーションは 4-5-1 となっています。続いてバルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。ディフェンスを厚めにしてきましたね。とりあえず失点は避けようという狙いですね。彼もな、鍵を握るのはこの人でしょう。水沼さん、どうですか。今日は調子も良さそうですし、期待できると思います。まもなく前半開始のキックオフです。前半45分のスタートです。いい感じですよね。チャンス、これはタッチを割りました。スローインでゲーム再開です。いいですよ。スルーパス、チャンス、うわー、モリエンテス。バルセロナ先手を取ります。0対1。モリエンテス、ここでゴールゲットきましたね。今のゴールシーン、もう一度ご覧のようにバルセロナチャンスを逃さずしっかりと決めましたね。きましたね。いい動きを見せましたね。それがうまくゴールまでつながったと思います。キックオフです。ルイス・ガルシア、攻守が切り替わります。どうするか。このプレーはファールになります。さあ、フリーキックです。前へ出す。さあ、前へ出した。これは危険なタックルですね。ここは注意にとどめます。際どいプレーでしたからね。今回は甘く見てくれましたね。うわ、これはいけますかね。今のは危険ですよ。遠めの位置です。この距離からどう来ますか。どんなボールを上げてきますかね。ここはカット、いいですね。これはチャンスになりそうだ。タッチを割ります。スローインになります。スルーパス、クロスボールが入る。ボールはゴールマウスを恐れました。今のプレーです。素晴らしいシュートだったんですが、得点にはなりませんでした。少し苦し紛れなところがありましたね。パスを送ります。さあ、前へ出した。ここはパスを出す。ここで後ろへ。いいボール出ませんね。テネリフェ、ここからどう持っていきますか。ファールです。フリーキックで試合再開です。パスを送ります。このボールを前へ。これはキーパーです。ジエゴ、バルセロナ、ここからどう持っていきますか。ここは大きく出します。これはキーパーです。パスを出します。ここは寄せてきた。
ディフェンス防ぎました。チャンスは続いている。ここで囲みます。下げます。これは飛び出していました。オフサイド。今のプレイです。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド。もう少し攻め方に変化を持たせないとダメですね。さあフリーキックです。左へ。これはクリス。どう持っていきますか。さあチャンスだ。センタリングできるか。さあチャンスだ。どうでしょう。これ奪った。ここでホイッスルです。前半45分が終了です。バルセロナ最小得点差ながらリードしています。そうですね。しかしまだどう転ぶか分かりませんよ。ここまでの展開を振り返ってみましょう。バルセロナいい展開が続いていますね。内容結果ともに良かったと思います。さあ後半開始です。両チームともどうやら選手交代はないようですね。スルーパス。大きく前へ蹴り込みます。これはバレーラ。右へ出します。さあチャンスだ。さあ入れる。クリス。チャンスは続いている。ルーズボール。ここで奪いました。セザール。ファール。今のはちょっとヒヤッとしました。これはイエローでしょう。こういったプレーでカードをもらうのはもったいないですね。フリーキックで再開します。チャンスですね。バジェステロス。遠目からシュート。ボールはゴールマウスをされました。今のプレイです。これは決めたかったですね。決めたかったですね。これはモリエンテス。ファールです。テネリフェ。ここで選手交代があるようです。水沼さん、この交代どう見ますか。この交代によって流れが悪くならないといいですけどね。バルセロナ、これはいい場所からのフリーキックとなります。そうですね。ここは慎重に狙っていきたいところです。バーに弾かれた。タッチラインを割っています。テネリフェ。ここで選手交代があるようです。水沼さん、この交代どう見ますか。彼を入れることでチームのリズムが良くなるといいですね。スローインになります。ファーサイドに行った。チャンスですね。あーっと PK だ。 PK。 軽いプレーは命取りですよ。テネリフェ、どうやら選手交代のようですね。水沼さん、この交代どう見ますか。この交代によって流れが悪くならないといいですけどね。ここは絶対に外せません。ここ決めたいですね。決まった。1点追加。バルセロナ0対2。決めるべき人がきっちりと仕事をこなしました。この辺はさすがですね。いや本当ですね。
今のゴールシーンもう一度。ここはしっかりと決めてきました。折れるところでしっかりものにすることは大事ですよね。今キックオフしました。これはオフサイドです。リプレイです。前に残っていました。オフサイドです。もうちょっと動き出しのタイミングを考えた方がいいでしょう。さあフリーキックです。一旦後ろへ。ここら辺で逆サイドに振りたいですね。どう持っていきますか。一旦後ろへ。ここら辺で逆サイドに振りたいですね。攻守が切り替わります。どうするか。前へ出す。いいですね。いやちょっと中途半端なパスでした。ファウルです。ちょっと頭を冷やした方がいいですね。ルイス・ガルシア1枚すでにもらっていますが、これは痛い2枚目ですね。ルイス・ガルシア、これは2枚目、退場です。この結果がどういうことになりますか。何らかの迅速な対応が求められますね。テネリフェ、ここで選手交代があるようです。流れを変えます。足が止まってきてましたからね。フリーキックで再開します。うまいこと抜け出しましたが、しかしながらこれはオフサイドになりました。リプレイです。前に残っていました。オフサイドです。いいところ見てましたね。今のでいいと思いますね。フリーキックで試合再開です。下げます。うまくスペースを使っていきたいですね。ここは寄せてきた。ゴンサレス、ここで奪いました。さあ大きく出した。パスを送ります。ここは寄せてきた。つながるか。ヘディング、キーパーです。パスを出します。ここで後ろへ。モリエンテス、クリア。ここで試合終了。ご覧いただいた通り0対2でバルセロナゲームを制しました。ということで、改めて水沼さん、バルセロナ中盤のプレッシャーが見事でした。そうですね、見事に攻撃の目を潰してましたよ。本日は実況を八塚博士、解説は元日本代表水沼貴さんでお送りしました。水沼さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日はこの辺で、皆さんごきげんよう。さようなら。Thank you.
全国のサッカーファンの皆様、こんにちは。ピッチは水滴で所々光っています。迎えていますのはプレシーズンマッチ、バイエルン対バルセロナ。今日の試合、実況八塚博史、解説木村和志さんにお願いしています。木村さん、今日もよろしくお願いします。木村です、よろしくお願いします。この熱戦の模様を衛星生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。バイエルン、これがスターティングメンバーです。バイエルン、予想フォーメーションは 4-4-2 となっています。続いてバルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。しっかり守って攻撃はそれからということでしょうね。さあ、今日の注目選手はルンバルト。今日は調子が良さそうです。彼の素晴らしいプレーに期待したいですね。キックオフのホイッスルを前にスタジアムのテンションも最高潮です。審判の笛とともにゲームがスタートしています。画面の左側にエンドを取りましたバイエル、そして右にエンドを取るのはバルセロナ。最後はキーパールンバルト、奪った、縦へ出します。サリバン、パスを出します。さあ前へ出した、コバチビッチ、ボールに飛び込む、うわー、高い。まずはバイエルン先制のゴールを決めました。1-0、マカール、しっかり押し込んできましたね。リプレイです。これもまたすごいですよ。選手たちはしっかりと周りが見えていますよね。今キックオフしました。これはいい形だ。うわ、入った、サリバン見事な同点ゴールを決めました。バルセロナ1-1。サリバン、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。今のプレーをもう一度見てみましょう。ズドーンとゴールネットを揺らしました。これにはゴールキーパーもお手上げといった感じ。しっかり抑えが効いてましたね。これはいいシュートですね。これで振り出しです。さあ、どちらが先に流れをつかめますでしょうか。今キックオフしました。うまいこと抜け出しましたが、しかしながらこれはオフサイドになりました。リプレイです。前に残っていました。オフサイドです。いいところを見てましたね。今のでいいと思いますね。さあ、フリーキックです。さあ前へ出した。これはいい形だ。クロスボールが入る。キーパー弾いた。ここで奪いました。手元の時計で前半の22分。バルセロナ、攻めのリズムが一定になってきているようです。サイドチェンジによって相手ディフェンスを崩したいですね。抜け出たようにも見えましたが、これはオフサイドです。リプレイです。前に残っていました。オフサイドです。いいところを見てましたね。今のでいいと思いますね。さあ、フリーキックです。ボールを回していきます。さあ前へ出した。いた、キーパー弾いた。ディフェンス防ぎました。右へ、右のスペースを使います。どうでしょう、これ奪った、ボールを拾いたい、キーパー弾いた。前へ、これはコバチビッチ、一旦後ろへ。もっとスペースを作る動きせんと。このボールを前へ下げます。ここら辺で逆サイドに振りたいですね。このボールを前へ、これはラインを割ります。スローイン、ここで前半戦が終了、同点となっています。いい試合ですね。後半も楽しみです。
ここまでの展開を振り返ってみましょう。バルセロナ、なかなかシュートまで持っていけないですね。状況は五分ですが、もっとシュートチャンスを作ってほしいですね。後半開始のキックオフです。両チームともどうやら選手交代はないようですね。キーパーです。パスを送ります。これはどうだ。これはフェルナンデス。スルーパス、直接合わせた、決めたぞ、コンセイソン。ついに決まった逆転ゴール、1対2。コンセイソン、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。今のゴールシーン、もう一度。2列目以降がうまく飛び出してフリーになりましたよね。しっかり落ち着いていたのが良かったですね。キックオフです。前へ出す。攻守が切り替わります。どうするか。チャンスですね。キーパーです。ナイスカバーです。一度下げます。前へ、左のスペースを使います。ここからどうしますか。これはチャンスになりそうだ。どうでしょう。これさあ入れる。カット。どう持っていきますか。ファール。これは危険なタックルですね。一発レッドです。早めに対処しないと危ないですよ。さあフリーキックです。チャンス。ディフェンス防ぎました。ここからどうしますか。どうでしょう。これクロスを入れる。ルンバルト。セイダ。抜け出たようにも見えましたが、これはオフサイドです。リプレイです。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド。チャンスと見れば積極的に狙っていってますよね。フリーキックで試合再開です。ラズバンダと前へ出します。さあこっからですよ。シュート。いやー見事だ。アブズラ。同点ゴールが決まりました。バイエルン2対2。アブズラ、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。先ほどのゴールシーンです。ご覧のようにバイエル、素晴らしいゴールが決まりました。いいタイミングで飛び込んできました。来ましたね。決めるところでしっかり決める。お見事。どちらがこの勝負を制するんでしょうか。今キックオフしました。思い切っていった。さてどうしますか。前へ。このプレイはファールになります。バルセロナ、これはいい場所からのフリーキックとなります。直接狙った。キーパー弾いた。ナイスカバーです。ペレリオ、直接合わせた。ゴール入った。いいぞ。勝ち
越しのゴールが決まりました。2対3、決めるべき人がきっちりと仕事をこなしました。頼りになりますね。それではリプレイを見てみましょう。ご覧のようにバルセロナ素晴らしいゴールが決まりました。いいタイミングで飛び込んできました。来ましたね。決めるところでしっかり決める、お見事。残り時間が少なくなってきました。今キックオフしました。そしてここで試合終了のホイッスル。試合の結果はご覧の通り、2対3でバルセロナ勝利を収めています。試合の方はご覧のような結果なんですが、木村さん、バルセロナ中盤のプレッシャーが見事でした。そうですね、見事に攻撃の目を潰していましたね。本日は実況八塚、解説は木村和志さんを迎えてお送りしました。木村さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。それではまた皆さんお会いしましょう。さようなら。
サッカーを愛する皆さん、こんばんは。今夜はあいにくの雨模様ですが、観客席はいつもと変わりない盛り上がりを見せています。迎えていますのはプレシーズンマッチ、デンボッシュ対戦しますバルセロナ。今日の試合、実況は八塚博士、解説水沼貴史さんにお願いしています。水沼さん、今日はよろしくお願いします。水沼です、よろしくお願いします。この熱戦の模様を衛星生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。デンボッシュ、スタメンはご覧の通りです。デンボッシュ、オーソドックスな布陣できました。一方バルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。ディフェンスを厚めにしてきましたね。とりあえず失点は避けようという狙いですね。今日のゲームの鍵を握ります。ボルも体も切れているようですし、調子が良さそうですね。表情もいいですし、今日は見せてくれると思います。さあ始まりました、前半45分のキックオフです。右へ出します。ここはパスを出す。いい感じですよね。キーパー弾いた、キーパー弾いた、いた、見事だ。バジェステロス、まずはバルセロナ先制のゴールを決めました。0対1。バジェステロスしっかり押し込んできましたね。今のプレーをもう一度見てみましょう。ズドーンとゴールネットを揺らしました。これにはゴールキーパーもお手上げといった感じ。しっかり抑えが効いてましたね。これはいいシュートだ。今キックオフしました。ここは寄せてきます。いいボール出ませんね。縦へ出します。ルイス・ガルシア前へ、さあ前へ出した。さあ来た、キーパー弾いた、クリア、ゴールマウスを捉えきれませんでした。攻守が入れ替わります。コルネリーズ、これは合いません。前へ出します。ここからどうしますか。ファールです。一発レッドです。当然でしょう、あれは相当危険なプレーですよ。バルセロナ、ここで選手交代があるようです。モリエンテス、彼が下がります。ここで一人変えてきましたね。遠めの位置です。この距離からどう来ますか。どんなボールを上げてきますかね。これはキーパーです。ここはパスを出す。一度下げます。スペースを作りたいですね。縦へ出します。さてどうしますか。左へ出します。ここはパスを出す。ここで奪いました。前へ、左、ちょっとじれったいですね。あまり熱くなりすぎてはいけませんよ。シルバ、カードはないようですが、審判から厳しく注意を受けます。いやー、危ない、運がいいですね。さあフリーキックです。クリアしたい、ここでホイッスルです。前半45分が終了です。バルセロナ、最小得点差ながらリードしています。そうですね、しかしまたどう転ぶか分かりませんよ。ここまでの展開を振り返ってみましょう。バルセロナ、いい展開が続いていますね。内容結果ともに良かったと思います。
後半開始のキックオフです。両チームメンバーの交代なさそうですね。ロングシュート、ボールはゴールマウスを恐れました。VTR も出ます。これはいいシュートだったんですが、少し苦し紛れなところがありましたね。ファールです。フリーキックで試合再開です。サポートが欲しい。シルバ、これは合いません。前へ下げます。縦へ出します。いいですね。シュートだ。キーパー弾いた。ディフェンス防ぎました。さてどうしますか。前へ出します。さあ大きく出して、チャンスですね。クロスを入れる。ちょっと運がなかったか。いや惜しかったですね。リプレイです。素晴らしいシュートだったんですが得点にはなりませんでした。あとはシュートの精度を上げるだけですね。このボール前へ、いい感じですよね。ボルモン縦へ出します。いい感じですよね。ミドルシュート。キーパー弾いた。遠いサイドに合わせた。シルバ、ボールこぼれた。中に入れた。スルーパス、いた、うまい。コルネリーセ、リードを許しません。ここで同点ゴール。デンボッシュ、1対1。コルネリーセ、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。先ほどのゴールシーンです。思い切りのいい強烈なシュートは見ている方としても気持ちいいですよね。積極的に狙っていく姿勢ですよね。スペースが空いたらどんどん打つ、これですよ。どちらがこの勝負を制するんでしょうか。キックオフです。ここからどうしますか。面白いチャンスですね。クロスボールどうか。ディフェンス防ぎました。パスを出します。打ってきた。キーパー弾いた。これはラインがあります。VTR が出ます。ちょっと力みすぎたんでしょうか。この調子でどんどん狙っていきたいですね。デンボッシュ、このコーナーキックが最後のチャンスになりそうです。ラストチャンス、しっかりとものにしたいところです。サードはヘディング。キーパー弾いた。蹴り込んだ。待望の逆転ゴールが決まりました。2対1。リプレイです。どうしたのか。焦ったんでしょうかね。周りを確認する余裕がなかったですね。
しょうがないですね。切り替えるしかないでしょう。もうこれは終わったプレーだと割り切ってほしいですね。残り時間が少なくなってきました。ここで主審のホイッスル、試合終了です。ご覧いただいた通り2対1でバルセロナ惜しくも敗れてしまいました。試合の方はご覧のような結果なんですが、水沼さん、今日の試合を見て一言いただけますか。負けはしましたが内容的には悪くなかったと思います。本日は実況八塚、解説は水沼貴史さんを迎えてお送りしました。水沼さん、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、また次の機会に。テレビの前の全国の皆さん、こんにちは。気持ちのいい太陽が差し込みます。今日はサッカーするにはもってこいですね。迎えていますのはプレシーズンマッチ、 PSV パイシマスバルセロナ。今日の試合、実況は八塚博、解説木村和志さんです。木村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。 PSV スタメンはご覧の通りです。PSV 予想フォーメーションは 4-3-3 となっています。続いてバルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。しっかり守って攻撃はそれからということでしょうね。鍵を握るのはこの人でしょう。彼がボールを持つとついつい見入っちゃいますよね。思わずカーデンのパスに見とれてしまいますよ。前半45分のスタートです。左から攻め上がるのは PSV、 そして右に構えますバルセロナ。右、最後はキーパー、パスを出します。ここはカット、右奪います。これはチャンスになりそうだ。タッチ終わります。リスタート、このボールを前へ、左のスペースを使います。チャンスですね。ここは逃げたい。ここで奪いました。奪います、縦へ出します。ボールを回していきます。面白い、チャンス、
クロスを入れる。ボールに飛び込む。うわー、ファンにしてるロイ。 PSV 先手を取ります。1対0。頼りになるのはやはりこの人、ファンにしてるロイ。今さん、いやー、来ましたね。さすがだね。今のプレイをもう一度見てみましょう。ファンニステルロイ、うまく飛び込んできました。木村さん、いい動きしてますよね。ボールへの反応が素晴らしかったですね。今キックオフしました。下げます、下げます。うまくスペースを使っていきたいですね。アスンソン、さあチャンスになりますよ。ファール。今のはちょっとヒヤッとしました。ここは注意にとどめます。このファールで一旦流れが止まりましたね。これは直接も狙える位置です。ここは慎重に狙っていきたいところですね。どうでしょう、これ最後はキーパー。ボールを回していきます。下げます。うまくスペースを使っていきたいですね。攻守を入れ替わります。チェックに来た。ファール。危ないの。イエローですね。やってしまったね。 PSV 直接狙うにはちょっと遠いかもしれません。どうでしょう、これ。いやー、雑誌のプレーじゃね。シュートは左へ切れました。リプレイが出ます。外れてしまいました。この調子でどんどん狙っていきたいですね。パスを出します。キーパーです。これはファンニステルロイ。前半45分が終了です。バルセロナ最少得点差ながらリードされています。まだ時間はたっぷりあるんで巻き返しに期待しましょう。さてここまでの展開ですが、バルセロナ先ほどからほとんどシュートを打てていませんね。フィニッシュのところでアイデアが欠けてますよね。後半開始のキックオフ、前へ出します。フェルナンデス、一旦後ろへ。前へ、縦へ出します。ファウルです。危ないの。一発レッドです。当然でしょうね。あれは相当危険なプレーですよ。選手交代のようですね。木村さん、この交代どう見ますか。彼を入れることでチームのリズムが良くなるといいですね。さあフリーキックです。これはキーパーです。パスを送ります。シルバ、シルバ、どうでしょうこれ。ニヤニヤげた、ヘディング。最後はキーパー。ボールを回していきます。さあ前へ出した。攻守が入れ替わります。ここはパスを出す。左へパスを送ります。攻守が入れ替わります。バルセロナここからどう持っていきますか。裏を狙った。これはオフサイドです。 VTR が出ます。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド。もう少し攻め方に変化を持たせないといけんね。
さあフリーキックです。縦へ出します。アスンソン、チャンス、面白い、ディフェンス防ぎました。一旦後ろへパスを出します。タッチを割ります。スローインになります。前へ出します。さあ前へ出した、これはオフサイドです。VTR が出ます。前に残っていました、オフサイドです。いいところを見てましたね。今のでいいと思いますね。フリーキックで再開します。前へ出す、蹴り込んだ、しっかり蹴ります。ファンニステルロール、アペライ前へ出します。シェリングファール、今のは危険ですよ。ここは注意にとどめます。このファールで一旦流れが止まりましたね。さあフリーキックです。これはリベイロ、クロスを入れる、ボレー、決めたぞ、フェデリオ、リードを許しません。ここで同点ゴール、バルセロナ1対1。フェデリオうまくフィニッシュまで持っていきましたね。リプレイです。ご覧のようにバルセロナチャンスを逃さずしっかりと決めましたね。久保さん、来ましたね、これですね。今のは積極的に狙う姿勢が生んだゴールでしょう。さあどちらがこの勝負を制するんでしょうか。今キックオフしました。時間は後半のロスタイム。ここまで全くの五分ですね。この先どうなるのか読めませんよ。このプレイはファールになります。 PSV どうやら選手交代のようですね。流れを変えたいですよね。これが最後のチャンスとなりますか。プレッシャーはありますが落ち着いて決めてほしいですね。ヒバジだ、チャンスですね。うわ、終了間際のこの時間に得点チャンスを得ました。サードは出したいところ、カット、ここで試合終了。終わってみれば1対1で両者譲らずに引き分けに終わっています。ということで改めて木村さん、今日の試合振り返ってみてどうですか。とても内容のある引き分けでしたよ。本日は実況を八塚、解説は木村和志さんでした。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう、さようなら。
Thank you.